はい、続きです。6章、読めません。全くわからん。ん？お、どんなになってんねん。あれ？誰やこの人。なんだ。うん。あれ？え？な、ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。え、何や。ナンバーどこだ。拉致られてるやん。みんな捕まってるやん。あれからどんなになった。無駄だよ一番。落ち着け。てめえこら、俺たちをどうしようってんだ。だから、まず落ち着けって。はあ？あんたまで何をのんきなことどうなってんの。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員、自己紹介も終わってるから。そういうこと。はあ？じゃ、始めるか。始めるって…ちょっと待てよ。あんた誰だよ、うん、俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で。あんた、誰。うん、ほんまに誰や。ラオマだ。ラオマ。じゃあお前が、マブチ。あ、この人がマブチか。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ、乙姫ランドの店長、あの人をなんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できんのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。よし、録画を始める。はい。何を始めんだ。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。録画されてね。は？ちげえよ。その割には立派なもんしょってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。ああ、そこまでずずしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱い、偽札や。何偽札。妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの白紙の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。うんうん。一番。お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあ、どうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。
お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ。うん。なんだ。よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは青龍会じゃ。青龍会ちゃうで。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって。偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。はあ？カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居。仕上がりが楽しみだ。いやいやいや、ちゃうで。そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。うん。はあ？野々宮をやったのは俺だ。お前かやっぱり。やっぱりてめえか。今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれるやつがいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは青龍会相手に戦争を始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。うん。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会が龍門に抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？いやね。そんな、どうして？さっきのビデオを使う気みたいだな。証拠としてな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろ。なんでこれ捕まってんねん。だが間口は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた間口の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。うん。何を企んでやがるのか。あの野郎。少なくとも間口はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。ああ、その話後でよかねえか。見張りのいねうちに何とかここを脱出しねえと。うん。はあ、確かにそうだ。どんなすんねやろ、これ撮れるんか。まず話しかけようか。ナンバーに話しかける。ナンバー、あんた怪我は大丈夫？お前より軽くすんだって。出る方法やね。なんか寝てもなって。元気づけよ、すっちゃん。うん。わたし、なあ、わたしさんやったらなんかしてくれそうやな。元刑事だもんね。ああ、まあな。マジか。さすが元刑事。出た情報は。この鎖外せ。あったらとっくにやってるよって。周りを。なんかあるかな。なあ、あ、そうなんや、爆発じゃ。そうか、そうなん、目隠しされてたって。本格的やな。うん、風邪ひくわ。
バカバカでいかに俺の服は、ね、ダンボールあダンボールあのなんかああ持ち物とか全部あっこなんやん。あスマホもか。ああ財布とかも。ああそうやね。外れんのこんなん。ケンシロウやろ外すって言ったら力ずくで腐るよ。できんのかいそんな。おスーパーサイヤ人になれ。無理か。おう悟空にはなられへんのか。ああ。うんうんうん。待てよ。うん、さあビクともせんわ。拷問する気まんまやな。こんなんあるから。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら、ずいぶん気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。誰か来てんの？なんだ。見た顔だぜ。え、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。うん、その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが。悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛い。痛いか。痛いわ。怖いか。いい顔だ。ずっと見てたいぜ。変態め。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっゆっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんなこのド変態。おめえ言葉をありがとうよ。てことで、え、まずは前菜でジジイからだ。いえいえ、アダさん。ほら、危ない。ああ、え、どうなったん。誰か止めてる。なんだお前。誰やお前。いい、実はラオマーからちょっと申し使ったことがありまして。え、何やねん申し使ったって。このマスクのやつ誰。おい、ラオマーが何だって。お、外してくれる味方か。なんで鎖外してんだ味方。私にできるのはここまで、あとは自分たちで何とかしてください。なんで敬語やねん。え、おお、テコンドーでもやってんのかあいつ。命の恩人が現るってとこか。誰やろあいつ。残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。お、誰なんだあいつは。知らんて。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、悪い悪い。今
助けるからよ。よし。待て、素手か。お願い、頑張って。道具とかないんやろ、多分。勝てんのかな。あったら、てか俺素手やるの。こんなんしかないねんな。ちょっと待てよ。まあやってみましょうか。しは俺は一体ずつ、まあこっちから行ったのか。うい、おら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 、弱いな。いや、オッケー。ちょっとまあ、いや、こいつは多分一発で勝てんちゃうか。弱いやろ、どうせ。やっぱり。オッケー。ぶん回し。勝つぞ。スリー。オッケー。パシいっぱい入れるから、頭痛いもんな。せい、オッケー、固めたい。もうけど勝てんちゃうか。あ、弁当盗むってお前、泥棒みたいなことしやがって。うい、パシキラッシュ、オッケー、勝ちました。現場が6000円持ってるやん、お前ら。これでも装備品あれですね。オッケーオッケー。県外だけどなって。今時県外ってどこやねん。ああでもよ、さっき黒マスクのとこ誰やろな。一番覚えはねえのか。ああマジでねないな、あんなやつあったこと。俺を助けてくれる。じゃあ清流会。そうか、黒マスク。ん、何が。多分俺の読みじゃコムジュルの人間だ。え、ああそうなんや。さ、まず出なあかんね。何使う。こっちかな。なんや、おるやん。ね、誰か来るけど戦うしかないやろ。お敵が来られたとか。おう、やったら、おら戦うしかないもんな。てめえみたいにイラつけるようにしねえぜ。よし、しゃめんなよ。うい、ほいほい、よっしゃ、強いね。マンホールみたいなとこ降りんのか。上とかな、上とか別に何もないもんな。あれあれあれ、見えへんかった。ちょ、見えへん見えへん見えへん。入る。行きましょうか。おるし、おるし。おお、なんや、なんや、ここまでだ。変身じゃなんやねんこいつ。こっち多いやん。
来いよ。これで元通りだ。何やねんこいつ、ほんま気持ち悪いやつやわ。ほいえ、強かった。もうオートでやったけど。もう1万円。まさか金庫にあんなやつが入ってるとは。うん、これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。しかしやつは俺が開けるまでずっと中にいたのか。そう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 。おーい、やっとあれや。もうダンジョンめっちゃ長かったんでね、やっと前になんかある、やっとなんか変わった、なんか、あーよかったよかった。何、俺宝箱取りたいんだけど。おー、何やこれ、ユンボ巨大重機って。戦うなこいつと。ねえ、あんなのとどうやってやり合うの。無理やで、勝てんで。とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアーム。アーム。とりあえずやってみっか。了解。来い、来た。ちょっと。ほら来いよ。さあ、ちょっとどうなるかちょっと。あー、減るね一応。やってやるよ。おい、あ、全然減れへん。うわー、強いね。大丈夫大丈夫。とっておきだ。おい、お、結構与えれる。見てろよ。オッケー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 。やめるな。とっておき。お、結構与えれた。やってみろ。にゃー、あま、近づきだ。どうするかね。ちょ、待てよ、危ないな。オッケーオッケーオッケー、まだええまだええ。なめないでくれ。見せてやるよ。オッケー、やめるな。ちょっと回復しようか。見てなさい。ほら来いよ。よし、サンキュー。ありがとう。大丈夫大丈夫。こいつらほんま、お、監督、お前おったんか。お、出てきた。勝負じゃ、これ。今度監督やね。やったろ、お前。ボコボコにしてやるわ。ボケー。こい、なめんなよ。とかしねえとな。やってやろ。やったら、ほら、せいせい、なめんなよ。強い強い。よし、いくぞ。見せてやるよ。けい、こいつでも届いたか。これで無理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 。オッケー、おい、あともうちょい、あともうちょい。やめるな。どうするかな。よし、勝ったんちゃう、ボケー。春日、こいつまた乗るんか。また乗りません。やったら、見せてやるよ。おいー、
何があるかわからないんで一応ちょっと回復しておきます。これ来ると思ったんでね。ボケなめんなよ私さん。ういおまだまだ出てきた、まだ出てきた。おっさんお前やったんぞもう。おい勝った、強かったね。パワーショベルやんね、夏のいのは。おい16000オッケー。